ごきげんよう。ブロッコリーです。やみな。ブロッコリーです。今日はいろんな化け物の顔を作るゲームやっていこうと思います。早速やばいんだけど。さあ作っていきましょう。まずは顔のパーツだね。なんかいろんなパーツがあるんだけど、まずこれ使ってみようかな。ハギワギの顔のパーツだよね。よし。で、次、目を選ぶんだね。おお、あ、これ、レインボーフレンズのブルーの目。あ、これ、かわいいな。おお、あ、これ似合ってるね。いや、でも、どれにしようかな。目のパーツもいろいろあるんだけど、これとか面白いんじゃないかな。じゃあ、次は、口のパーツ。口もどれにしようかな。おお。まあ、でもなんか、恐ろしい感じなのがいいよね。ちょっとこれ困った感じ。いや、これよりもっと、牙とか生やしていきたいよね。歯は欲しいな。え、なにこれ？ベロ3つ！これにしよう！化け物が出来上がってきた。あ、次は帽子とかこういうのをつけてくんだね。ちょっとなんか目と重なってない？やばいやばい、目に刺さってる。恐ろしいな。あ、これブルーの冠かな。いやでもなんか、全部目と重なっちゃうね。まあ、帽子とかはつけなくていいかな。最後は体。おお、あ、これ、ブルーかな？なんか傷だらけなんだけど。これは、おお！あ、いいねいいね。意外と似合ってる。いや、ここでもいろんなキャラのパーツがあるね。よし、これにしよう。え、なになに？踊り始めたー。え、なにこれ？作ったキャラ踊っちゃってんだけど。みんな、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあ次はね、バンバンの顔にしてみようかな。あ、目はこのにっこりマークがいいね。ちょっと今回優しいバンバン作ってこう。バンバンっていつも怖いんだけどね。優しい口と言ったらどれだろう？ブルドッグの口。なんか優しそうだな、これ。じゃあ次はね、帽子だけど、バンバンと言ったらこれだよね。いやでもせっかくだし、変わったのもつけてみたいよね。これ。刺さったナイフ。痛そうだな、これ。あ、これとかどうだ？サメにかぶりつかれてるバンバン。あ、いいね。これにしよう。じゃあ最後は体。どうしようかな。おお。面白い体だね。いやでも、色的に同じ赤がいいかな。あ、緑の体もいいけど、ちょっとなんか似合ってない感じするよね。あ、やっぱ、同じ赤だと似合ってる。これはまあ、バンバンの体だけど。あ、イカゲームのこのキャラもいいんじゃない？今回優しいバンバン作りたかったからね。でもやっぱしこっちにしよう。おお、すごいすごい。また踊り始めたね。いや、何この空間。すごい光ってんだけど。楽しそうだね、このバンバン。うわぁ、うわぁ、やあ、みんな、一緒に踊ろう。じゃあ次は、おしゃべり猫のトムの顔にしよう。トムもあったんだね。じゃあ目はね、どうしようかな。この目だとでかいね。でかいでかい。レインボーフレンズのブルーだと似合ってる。これにしよう。この口も似合ってるね。他のはなんか怖いな。歯ボロボロ、これ。歯はピカピカなのがいいな。これちょっと尖ってるね、この歯。やっぱこれかな。なんか目と相性良くない？この歯。ブルーの冠。これつけてもいいね。いやでもせっかくだし、これとかどうだ？アイス頭についてんのは嫌だ。え、待って。何これ？この腕系。手を頭に乗っけるっていうのもいいかもしんない。ちょっと怖いけどね。じゃあ体はね、でかいでかい。これ、おしゃべり猫のトムのくせに全部体でかくなっちゃうね。これ似合ってる。これ何でも似合うね。ちょっとムキムキのトムもいいな。いやでもやっぱこれかな。うわ、おしゃべり猫でこういうの着てほしいな。
ちょでかすぎだけどね。みんな僕をペットにしてください。ゴキブリ食べたい。じゃあ次はね、なんかこういうキャラとキャラが合体した顔もあるんだね。おお、ハギイワキとキシミシー。じゃあこれにしてみようかな。キシミシーとデビルが合体したバージョン。よし、じゃあ目はね、あ、これ似合ってる。これちょっとつけていこう。口はね、どうしようかな。あ、これよだれ垂らしたバージョンもこれ作ってみたいね。帽子はね、バナナの皮っていうのも似合ってんね。いやでもあいつでいいか。よだれ垂らしてるしね。じゃあ体は、いや、どれにしようかな。顔が、キャラが合体したバージョンだから、体の方も合体したバージョンがいいよね。いや、この体怖すぎでしょう。目がくっついてるんだけど、これにしよう。いや、できちゃったね。こういうキャラに襲われるゲームやってみたいな。お腹すいたな。アイス食べたい。じゃ次の顔はね、どれにしようかな。おお、え、これナブナブの顔。いや待って、これにしよう。なんか怖いのができそう。じゃあ目はね、いや目の種類もね、いろいろあるんだけど、まあ一つ目もいいな。あ、待って、これ目がいっぱいあるやつだ。これにしよう。いや、目いっぱいあるのに、しっかりまばたきしてるね。じゃあ、口はね、恐ろしい口しかないな。あ、これ似合ってる。この顔に似合ってる。これにしよう。いや、でも、ああ、なんか可愛い。ちょっとこっから可愛く作っていこう。よし、最後は体。おお、体の種類もいろいろあるな。あ、これいいな。ナブナブもあるね。いやでも可愛い感じがいいからこれにしよう。ねえねえ、誰か友達になりませんか。いや夢に出てきそうで怖いな。アマンダとかの顔もあるね。いやでもナブナブ使ってみたい。ナブナブ顔にしよう。目はね、あ、このカタツムリの目もいいんだけど、ちょっと他の目とか、あ、こういう光った感じのも、これつけてみようかな。じゃあ口はね、あ、口のサイズとかも変えたりできるのか。このぐらいにしよう。いやでも待って。あ、これいいね。この唇。よし、たらこ唇でいこう。よし。じゃあ帽子は、どうしようかな。あ、冠に合ってる。海賊の帽子もいいな。雲とかもあるけど。え、なにこれ、チョッパー、チョッパーの帽子だ。これかぶろう。体は、まあ、いろいろあるんだけど、どれにしようかな。ナブナブ。ナブ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 、あ、ナブ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 、あ、ナブ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 、あ。後ろにジャンボジョッシュ、おるー。次の顔はどれにしようかな。あ、これかわいいね。ね、化け物の顔しかないから、全部怖いんだけど、できるだけ可愛く作っていこう。目はどうしようかな。うおぉ。いや、目怖いのしかないね。その中でも一番可愛いやつは、一番マシなのはこれかな。目をでっかくすれば可愛くなるよね。よいしょ、口はね、おぉ、似合ってる。よだれ垂らしてるの似合ってんね。木は生えてるとでも怖いなぁ。あ、これいいね。え、これなんかルフィっぽいなぁ、口が。帽子はね、雲もつけてみたいところだけど、いや、これつけたら、せっかく顔作った意味がなくなる。あ、ルフィの帽子もあるね。待って、怖い怖い。ナイフ刺さってるの怖い。うわぁ、でも、角に合ってるな、これ。ちょっと小さめにして、角つけてこう。体も可愛い感じがいいから、じゃあもしペットにしたいならどれかっていうのを決めよう。ペットにしたいのは、これ。え、めっちゃ可愛くなったんだけど、こういう虫いたら拾って家に持って帰りたくなっちゃうよね。みんな、まだ高評価をしない人は高評価、よろしくね。そ
それではみんな、じゃあね。